京都アニメーション放火事件。京都アニメーション放火事件は、2019年、令和元年7月18日に京都府京都市伏見区で発生した放火事件。京都アニメーション第1スタジオに男が侵入して、ガソリンをまいて放火したことで、同社関係者の74人が被害に遭い、うち35人が死亡、33人が負傷した。日本のアニメの高品質な作品は、世界からの評価を受けているアニメ制作会社が大きな損害を被った。ところが、大阪芸術大学の住岡輝明教授が衝撃な発言をしていることで炎上している。放火事件に見舞われた京都アニメーションを麻薬の売人以下などと表現したコラムに批判の声が相次いでいる。表現の仕方もトゲトゲしく憎みのあることに、大阪芸術大学の住岡輝明教授は、わけありの心情で表現をしたとしか思えない。日本のアニメが世界に見られ経済的にも貢献している作品を露骨に批評をするのも、いかなものか。建設的に表現するならば、違った内容になっているでしょう。一貫して主力作品は学園物で、ラキスタや両宮春日の憂鬱など、似たり寄ったりの繰り返しとのこと。また、学園物は、なかなかの共通体験以上の自分の個人の人生が空っぽなもの。いや、いじめや引きこもりで、なかなかの一般的な共通体験さえも持つことができなかったものが、精神的になかなか時代に止まり続けるよ姿だと考察している。そして、こうした人たちをファンにすると、いつか一線を越えて、作り手の領域に踏み込んでくる。それが拒否されれば、連中がどう出るか、わかりそうなものとのこと。最後には、京都アニメーションを、偽の夢を売って、弱者や敗者を精神的に搾取し続け、自分たち自身も中毒に染まるというのは、麻薬の売人以下だと断じた。このような大胆な批評は、世論を考慮して、また住岡輝明教授へ危害が加わることも懸念されたことも非公開にした理由の一つとした。インサイトナオー。では、寄稿された記事の確認は掲載後に行っているという。